こやチョコやつって、うまいうまいっつってかわいいよねうん。でそのトコさん食べてたら高橋さんも食べてたね、ほんまやっつって、なんやこれっつってあのお二人とまだ何も、あのすいませんまだこれからリハとかなんですけどっつって、うん、まあなんかお腹空かせたんかなでしたね。そうだからそんだけね裏で結構話したりしたのに、 MC の時はなんかすっごい借りてきた猫みたい、本当にあのおばあちゃん家に来た孫ひ孫ぐらいの関係性、あの父さんって来たから焦ったマジで嘘やんって、めっちゃだってセピアスの時も話してるじゃん、なんでって思って、ファンタジーの時にあんだけ距離縮まったのにって思って、あどうもはいはいって感じだったから、いじめられてるって多分楽しまれてたね。私がテンションもハイになって、もう後半だったからね、めっちゃこうハイになってたからさ、スンってなってたね。焦ったわ、マジ焦ったわあれは、みんなが見ての通りの焦りだよ、どうしようって思った。